もうやることは2つ。1つ目は施肥の改善、うん、施肥の改善、ね、でもう1つは未利用資源の活用ということ。もう本当国はずっとこれを2つを言っています。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。食料不足より怖い肥料不足ということで、まあ、改めてねちょっと肥料不足がどういったことなのかっていう、ちょっと整理したいと思っています。まあ、その前にちょっとお知らせです。第23回農美事セミナー7月15日にオンラインで開催します。まあ、時間は19時からなので、まあ、ぜひね作業終わった後でもねご覧いただきたいと思います。まあ、内容はですね、インフレ時代に対応できる農家ということで、まあ、今回それに関わるね、まあ、肥料の対応、まあ、肥料不足をね、まあ、どう、肥料不足、まあ、肥料の高騰とね、どう対処していくかって話しますけれども、まあ、ぜひね、まあ、ご参加いただきたいと思います。申し込み方法は2通りございます。まずはですね、定期的にあの農美事セミナーやってますので、まあ、それにずっとね参加したいよという方は、まあ、そちらの申し込みフォームから、そしていやいや自分の好きな時だけセミナーに参加したいよという方はね、そういう申し込み方というふうに2通り、準備しておりますので、まあ、お好きな方からねお申し込みいただければと思っています。概要欄にリンク申し込みのリンク貼っておりますので、そちらをご覧いただければと思っています。はい、ということで、今日の本題ですけれども、このね食料不足はねより怖い肥料不足ということで、今やっぱりねロシアウクライナ情勢の中で小麦のね産地であるロシアウクライナの、まあ、農産物がね足りるの足らないの、これ国際的に世界的にね食料不足に陥るんじゃないのなんていう話ね、よく耳にされますよね。ただ日本では小麦が余ってるとか、なんで日本小麦作んないんだろうとか、まあ、いろいろ疑問点はてなマークがいっぱいつくんですけれども、まあまあおそらくこのね世界的に人口が非常に多くなっていく、例えば南アフリカ、インドネシア、インド、中国、まあ、あのアフリカも含めて、そういうふうにどん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 中東で人口が増えていくにもかかわらず、ロシアとウクライナの小麦がこう流通しないとなってくる、もしくは作付けができないとなってくると、まあ、間違いなくその食料不足っていうのはね、まあ、その穀類ですねの不足っていうのは、まあ非常にあの問題になってくると思います。おそらく暴動とか紛争とかそういったところに発展するんじゃないだろうかというふうに考えられるんですけども、まあ、一方ですね、日本はですね、まあ、小麦はアメリカから来ています。あまりロシア、ウクライナからの農産物を輸入しているということではないものですから、直接的にはその食料不足がすぐ来るぞというのはちょっとなんかね杞憂かなというふうに思っています。ただ我々にとって、まあ、死活問題なのはですね、その食料危機、食料不足よりももう直面で怖いのはこの肥料不足なんです。肥料不足、まあ、細かく言うと肥料の原料であるこの鉱石ですよね、鉱物、この鉱石が入ってこない。なぜかもう 100% もうほとんどがこれ輸入に頼っているからということになります。ですからね、もうここもう秋口の作付けのね肥料の発注とかもされていると思いますけど、まあね全農はなんとか秋分は確保していると。ここあの値段は高くなりますよ、値段は高くなるんだけど確保しているっていう表現するんです。これすごくないですか。とりあえず秋の肥料までは確保している。来春分かりませんよって。肥料手に入んないの？マジで？っていうようなことにまあなりかねないと。うん、だから値段が上がるならまだしも、いやこれも嫌ですよ。嫌なんだけど、そもそも手に入んないって。どういうことってなるわけですよね。まあ、そこで我々はこの来るべく肥料不足っていうものをですね、まあ、何かしら対岸の火事ではなく自分事としてやっぱ考えなきゃいけない、まあ、これがね、まあ、今現場にね立たれている皆さん方のまあ心の中のね葛藤だと思います。まあ、そこでちょっとだけね、この肥料のね鉱山原料というのはどんなところでやってきているのかってちょっと一旦整理します。まあ、いろいろ勉強されている方いらっしゃると思いますけど、まずは窒素リン酸カリ、この3大要素、うん、必要ですよね。まあ、その元となるこの尿素はどこから来ているのかというと、まあ、中国、インド、アメリカ、ロシア、カナダっていうのがね、まあ、窒素のまあ原料となる尿素がね入ってきているところ、まあ、その中でも実は中国というのはやっぱり国内需要需給で結構いっぱいいっぱいらしいんですよね。ということで、まあ、もちろん日本にも入ってきているんですけれども、まあ、インド、中国、ロシア、カナダ、まあ、この辺からまあ入ってくるということになります。そしてリン酸はですね、これも同じく中国、モロッコ、チェンジア、米国、ロシア、ヨルダンということなんですけど、この中国もですね、やはりあのこれでどんどん人口がね増えていってる中国も、もうこの肥料の材料を外に出すんじゃないよ、自分たちで使うんだよということで結構輸出規制をかけているみたいなんですね。じゃあ日本にはどこから入ってきてるのかというと、主にヨルダン、
ヨルダンってどこってなるかもしれませんけども、まあ、アラブ首長国連邦と、まあ、ヨーロッパの間ぐらい、まあ、アラブ首長国連邦がどこっていう話になりますけど、まあ、中東ですね、まあ、アフリカとヨーロッパと中東、まあ、真ん中ぐらいにある。ただこのヨルダンもですね、このロシアウクライナ情勢の中で、あの国会ってあるじゃないですか、あそこで地中海からこう抜けてくるところ、でそこの通るところがいわゆる世界情勢が不安定だと、そこが通れなくなるんです。だから湾岸戦争、ちょっと古い話ですけど、湾岸1990年代にあったあのアメリカとね、イラクが喧嘩したあの湾岸戦争の時も、あそこのヨルダンが通れなくなって肥料が高くなった、まあ、それが大体2008年ぐらいだったんですけれども、まあ、そのように肥料が高騰するってことはやっぱりそういう、国に影響があるってことなんです。でこのリン酸はヨルダンから入ってきてる。そしてここはですこの窒素リン酸カリ、この塩化カリの原料となるのがカナダ、ロシア、そしてベラルーシ、出ました、今話題のロシア、ベラルーシ、もうほぼほぼここからカリが入って、来なくなるっていうことで、おいおい待て待てということで、あとカナダよろしくお願いしますよっていうふうな話なんです。まあね、なんか脅すような話ばっかり最近なっちゃって申し訳ないけど、もう本当どうすりゃいいんだということで、いや僕も答えはないですよ、どうしたらいいか答えがないけど、少なくとも、まあ、ちゃんとした情報を知った上で、まあ、事前に自分たちにできる対策を打っていこうじゃないか、そして国はどういうことを考えているのか、どういうふうな時代が流れているのかということで、来たるべくこのインフレ時代、ね、原油高、そして肥料高の時代、我々はどう対応するのか、まあ、これをね、まあ、私もね、もう聞かれることが多いもんですから、どう対応しようかと一生懸命考えているところです。まあ、そこでですね、まあ窒素はまあまあアメリカ、ロシア、まあ、ロシアはあれですけど、インド、アメリカからまあ入ってくるとして、まあ、リン酸もヨルダンから入ってくるとして、まあね、まあ、入ってくるとして、このカリとかどうすんだろうって話なんですよね。まあ、でも、もうそうなってくると、これね、まあ、いろいろね資材関係肥料屋さんとかもよく話するんですけど、いや山下さんね、値段が上がるぐらいならまだいいですよと、ね、これも入ってこない可能性ありますからねって、結構おどろおどろしいこと言わないでよって、そんなこと結構ね聞くんですね。でそこで、じゃあ我々は どうすべきかっていうのはもう耳にタコができるか、皆さん聞かれてるかもしれませんけど、まあ、改めてちょっと復習すると、まず国が言ってるのも本当2つなんです。国が政策として言ってるの2つ、肥料が手に入らないかもしれない、高騰して、いくから、まあ、前回はですね、その肥料高騰に伴う、まあ、支援金の交付をするよみたいな話だったんですけど、今回はじゃあ手に入らないとなれば、もうやることは2つ、1つ目は施肥の改善、施肥の改善、ね、でもう1つは未利用資源の活用ということ、もう本当国はずっとこれを2つは言っています。何その施肥の改善って、これ施肥の改善っていうのは何かというと、今まで100施肥してたのを本当にそれ100入れなきゃいけないですか、80でいいんじゃないですかっていうのを見直しましょうよ、この施肥っていう考え方、もう去年も10票入れたから今年も10票とかじゃなくて、ちゃんとそこ考えましょうよっていうのがまず一番目の提案なんです。まあ、例えば、3つあります。補助の蓄積、減肥術、施肥指導ということなんです。これ課題なんですよね、課題。じゃあなんでかというと、そもそも日本の圃場というのはですね、もう肥料が蓄積されています。特に林荷場だったり仮荷場になっていますよね。だからやっぱり改めて国も各自治体都道府県に、減肥施肥基準っていうのを作りなさいと。今まで10票ね、例えばほうれん草を作るのに、ほうれん草を作るのに一旦あたり、20キロ入れてたと例えばしますよ。だったら、そんな風に本当にいるんですかって、ちゃんと2回目3回目は減肥していきましょうねとか、ナスを作るのに35、40、32とか、まあ、施肥計があるじゃないですか。でそのうちの追肥がいくつでとか、まあ、それを一旦見直して、本当にそれだけいるのか、この施肥のやり方を改善していこうじゃないかっていうふうなのを今ね、お触れを出してます。でさらに言うと、新しい減肥技術として少ない肥料で効果的に、肥料施肥、いわゆる肥効があるっていうふうな、いわゆる高濃度肥料というのの開発も今進められてますよね。これはくしくもドローンが、ね、空を飛んで、肥料をまくことによって、ドローンってもう積載能力が少ないもんだから、少ない量でちゃんと効かせるということで、高濃度肥料とか今急ピッチで開発されていますよね。まあ、そういった話。そして3つ目が施肥指導。つまり指導者が実はあんまり、
土のことに詳しくない。だから去年10キロだったら今日も今年も10キロでいいですよとか、まあね、肥料屋さんこれ見てられるともしかしたら叱られるかもしれませんけど、肥料屋さんもやっぱり肥料を売れた方がいいから、まあね、意図的にね過剰に施肥を促すようなことはないとは思いますけれども、まあまあ肥料をね、こうやって、計画通りやればいいですよ。まあ、本当に土に詳しい人、持続継続できるような土作りを推奨する人っていうのがね、まだまだ、まあ、人材として少ないというふうに言われています。まあ、このようにそもそも、国も施肥改善というものを促していますので、我々農家も、施肥、いわゆる土壌分析出したことがないなんて言ったらもう本末転倒ですよ。やっぱり土壌分析して土の診断をやって適正な肥料をやって、本当にまあ無駄のない施肥設計をやる、ここをまあ一つ大事になります。でもう一つが未利用資源の活用ですよね。これも言わずと知れたね、やれ堆肥を入れろって言うんですけど、この堆肥っていうのがねちょっと勘違いされやすいんでちょっと整理すると、堆肥っていうのは積載肥料、あの堆積肥料のことです。堆積肥料っていうのに2通りあって、動物性と植物性とあるんですね。で、動物性の肥料、つまり牛、馬、豚、鶏等々の糞を肥料化したもの、これ給肥というんですよね。で、稲わらであったりとか、そういう植物性、落ち葉だったり、そういった植物性のものを堆積することによってできた肥料を、まあ、堆肥というんですよね。ですから今までやたらとね、どうしても動物性の肥料をこうぶっ込みすぎて仮過剰になってた農場たくさんある、まあ、我が家も実は結構、堆肥入れてたんで、堆肥というかその給肥を入れすぎてたんで仮過剰に結局はなっちゃったんですよね、ですからこの、未利用資源を活用しましょうっていうのは悪いいことなんですけども、その辺はちょっと気をつけて、堆肥というのはどういうものなのか、本当に土に必要な、堆積物っていうのは、発酵物っていうのはどういうものか、ここもしっかりね考えなければいけません。でもう一つ有効な手立てとして緑肥ですよね。やっぱり緑肥を植えることによって、例えばマメ科だったら窒素固定させることだってできますし、もしくは、イネ科のね緑を入れることによって土壌構造をね、改善することもできますし、クリーニングドロップすることもできる、まあ、などなど、この未利用資源なども活用しましょうねっていうのが、まあ、もともと国が、来たるべき、肥料代が高騰した時の指導だったんです。でこれって実は今始まった話じゃないです。これ数年前からこういう指導をやってきてるんですよね。そうなんです、今から肥料代が上がるよっていうのは実はね国は予測してたんです。で予測しててこういうのやった方がいいよっていうふうなのが言ってたんですけど、知ってました？知らないですよね。ってことはどこかでこの情報が止まってるんです。いやそんなことないよ、大丈夫だよって言ってどこかで誰かが、七並べの六のところもしくは八のところ止めてる人がいたんですよね。だからその巡り巡って今になって、おいおいおい、食料不足よりも肥料不足の方がリアルらしいぜなんてみんなおたおたし始めてるんです。まあ、これ言ったところでも後の祭りなんですけれども、結果としてもリアルに肥料不足っていうのがこれからもっともっと如実になってきます。でそうなってくると値段が高くても金出しゃ買えるうちはまだ花ですよ。ところが本当に手に入らなくなった時に、さあ自分ところの農産物の生産はどうすればいいのか、もう根本的にまあ考え方から、農業生産のやり方から、まあ、見直す時期になっているっていうふうに、まあ、私は考えています。まあ、ちなみに私もですね、当然のことながら化学肥料に頼った農業を最初スタートしてましたけれども、まあ、土壌消毒をやめ、そして化学肥料をやめ、別に自然農法とか有機栽培を推進しているわけではなく、ただ単純になんか僕はもうなんかせこいから、あの化学肥料とか高いからお金使わないでいい農業とにかくやりたかったんですよね。でお金使わないでいい農業をやりたかったら当然そういうふうにお金を出して買わなきゃいけない肥料をどん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 排除して、まあ、自分でオリジナルの堆肥を作ったり、オリジナルのまあそういう土作りをやったりっていうことで、どん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 土に施す投資を少なくした。だから、化成肥料に頼らなくていいような農業を実はずっと、追求してきたので、まあ、今となってはですね、まあまあ肥料代が上がって仮に肥料が来なくなっても、まあ、やっていけるようなっていうところの、まだ完成ではないですけど、まあ、そういうところに今も舵を切ってましたんで、まあ化学肥料におんぶに抱っこの人たちに比べればですね、まだマシかもしれませんけど、とはいえ今の日本はもうほとんどが化学肥料、複合肥料、輸入の鉱材鉱物を使った、化成生成された肥料で成り立っている、これも事実です。ですから
この肥料不足というのはもう非常に大打撃を与えるなと思ってますので、さあ今のうちからですね、まあ、みんなで一緒に勉強していかに肥料を、自分たちで供給できる方法、このね施肥改善もしくは未利用資源の活用などなども活用しながら、まあ、一緒にね、まあ、勉強していければいいなというふうに思っています。はい、ということで今回ですね、食料不足は、食料不足より怖い肥料不足という話をねさせていただきました。ということで今回はねこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。